ズバババーマサラ。もう撮り直した方がいいんじゃないかな。ね、何ますか。ズバババーマサラの。いうやつも、はい、あとあの関根と一緒にやってるやつも、そうですね。もうだってあれ素材使って2年に経つなるでしょ、はい、もうそろそろ撮り直しだよね。撮り直しですね。今はメインで来てるのなんて君だからね。まあそうですね、大体僕ですもんね。岡田走って逃げるからね。そうですね、走って逃げましたね。本当に、あ、本当に走ってたんだ。たまに高くん出てくるけどね、まあそんな感じ。はい、月曜の19時はズバババサラのお時間でございます。プロレスバサラ小高勇です。はい、同じくバサラのスパーキーの坂戸です。お願いします。よろしくお願いします。ちなみに今日本日早朝6時にオファー来ました。もう6時に起きてたんだもん俺、僕はあの爆睡しました。すいませんでした。あ、なんかまあ寝てるだろうなと思いながらも全く起きる気がなかったなと思う。じゃあもう行きましょうか。行きましょうか、はい、ね、というわけでね、まあいきなりですが、あれなんですか、この時期のライダースジャケットってちょっと歌舞伎すぎじゃない、はい、そうですか、うん、しかも室内で、ちょっと今日はライダース行こうかなって、うん、というわけで、コロナ対策について演者スタッフの検温を行っています。換気50分に1回行っています。番組入れ替え時スタジオ内すべて消毒しています。除菌機器を導入しています。トレールフレッシュ。鳥越アーズリー FM のスタジオは窓があります。緊急車両の際ね、タイトークの緊急放送がマイクに入り大変お聞き苦しい点があると思いますが、ご理解のほどよろしくお願いします。そして、こちらね、そして、番組のご質問はこちらまで、アットアズパン FM までよろしくお願いします。番組の上の回無視したね。いや、これ2問しかないですよ。あれ、番組上の回のやつ消えたんですか。あ、消えたんだ。消えたとかないよなと思って。ああ、ま、打ち合わせでまずそれを一番初めに聞きたかったわ。そうそう。このあれあれなんか2枚しか、あれ3枚ぐらいあったなと思いながら、どうだったっけと思って。びっくりした。別に無視したわけじゃない。いや、それからさかね。あと、ズババボスラ相方のスポンサーさんの方をね、番組スポンサーも募集しますんで、そこもぜひお願いします。はい。はい、教職人志村雅音先生の漫画となっております。ウェブマガジンコミックガンマで、月一で、ね、月刊誌です、はい、なってます。教職人誌は、全6巻で完結しております。今少女の檻という新しい漫画がやっておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。見てみてください。よろしくお願いします。あのね、ハッシュタグズバババババサラで、アンケートやお便りバンバン募集しますんで、皆さんもう恥ずかしがらずにツイートしてください。もうそう、今日はね、インスタライブしないから、はい、最悪詰まったところで2人いるから、はい、まあ、最悪偉いもんで、ね、2年もやってるとそんなに慌てなくなるんだよね、話題がなくなっても。確かに。なんか僕もなんかやっぱちょっと慣れてきたのか。え、2年だよね、2年だよね。2年ぐらいですよね。2年今日でかいな、水。はい、今日はちょっと焼酎でも割ってんの。真水、オンリーウォーターです。いや、この季節結構喉がかでっかいだろ。いや、焼酎割ってるでしょ、それ。絶対水割りでしょ、それ。違う違う、あの、この量の焼酎水割り持ったら、まあまあきちがりですよ。いやいやいや、アル中の、もう、やっちゃうんですか、そんな。かまいたちの濱家さんは、はい、嫁に酒瓶を取られるから、はい、取られる前に酒をペットボトルに移して、そこに水入れて水割りにしてから、水さも水飲んでるかのように酒を飲むらしい。絶対それ奥さん気づいてるでしょ、それ。テレビ売っちゃったからね。いや、多分奥さんとも、こいつ急にペットボトル水を飲みましたから、もしやって。いや、そう、ね、こんなでございますけども、ね、はい、まあ、1個ぐらい質問答えてからカードいきますか。はい、これね、先に言ってきますけど、大大喜利です。ですね、何問来ましたね。はい、上司のね、室井先生ですけども、お疲れ様です。はい、昨日中津選手が樋口選手とともに KOD タッグに挑戦して、来月のビッグマッチが俄然楽しみになりました。中津選手と樋口選手の連携はどのようになるんでしょう。予想お願いします。中津選手と樋口選手の連携技を考えようっていう大大喜利が始まりました。始まりましたね、大大喜利。これフリップ欲しいね。そうですね、フリップあったのかけなんですよね。
ほぼ一本グローブじゃないですか。思いついたらこうやって。ああ、なんだろうな。なんだろうな。よう考えください。でも樋口はわわこうでかいパワーを行く、ね、パワー系。中田はケリッチ中心、ね、はい。スペース樋口魚雷。ブブブーですね。なんか、中津が樋口のケツを蹴ってそのスピードでも、いやいや樋口が中津のケツ蹴った方がいいあーなるほどね、なんだろうな。あとアイアンクローも得意なんだね、はい、樋口選手。そうですね、今アイアンクロー、アイアンクロー、なんだろう、何にも浮かばないわ、うん、思い浮かばないです何にも浮かばない、スペスペース樋口魚雷が一番良かったんじゃないですかね。まあでもなんか変な話、中津もなんか何かで相撲とか相撲サポたまにやったりするの見るのなんか、ああ確かに、だから結構言い方がその子供も好きだからね中津も、だから意外とそういうなんか相撲寄りの方の連携とかやるんだよなって気がします。はいはいはい、はい、張馬っていう名前からしても、はい、なるほどね、まあ相撲ね、まあ相撲連携ってなんだろうって思いながら今いやでもぶちかましたところに中津が蹴りとかも、はい、安牌だけどありそうだね。ああいいっすね、うん、確かに2人でぶちかまして、はいはい、今思いついたらその突っ張りとミドルキックこうサンドイッチっていう、あのめちゃくちゃ食らいたくない技を食らいたくないと思ってさあもう次の人の答えが出なかった答えが出ない明日来れば分かるんじゃないですか、そうですね、明日は、ね、明日見ればその連携が見れるということで、あ、じゃあ明日のやつ先に言っときましょうか、はい、行きましょう、はい、お願いいたします。明日の対戦カードになっております。2月28日、新京ファーストリングです。大玉コッケー、神手ポッケー、あ、見えなかった、声援 OK でございます。マスクしてね、はい、はい、6時半会場、ファンクラブは6時25分からでございます。19時から開始となっております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、第1試合、タックマッチ、トランゾムヒロシ、風戸大地対リル・クラーケンツとも大杉、まあ、大杉さんが絡まれた形になりましたね、はい、完全に、はい、囲われてます、ね、巻き込み事故もらい事故ですねこれは、ただでも大杉さんそういうの楽しむタイプだからね、はい、意外といける気がするんですよ。あと多分大杉さんが多分一番唐津さんを楽しんで見てる、あ確かに、人じゃないですかね、うんうん、だってほらストレッチ、ベストストレッチマンの頃からね、だからお店長店長店長ってなんか言うのもういやじゃーってなんかおなんか悪いなこの人でいやーだからでもなんか今ヒロさんなんかこの間さっきツイッター見たら、風戸さんとのタッグになんかすごいなんか今なんか並々ならぬ情熱を感じてるというか、へー、なんかこのタッグほら見たらあの二人同期じゃないですか、はいはいはい、なんかこの同期タッグならてっぺん取れるぞって言って、おお、なんかでも確かに、まあ異色の、異色のタッグではあるあるものの、確かに、あ二人ともでもテコンドー着だ、ああそうか、赤と白の、そうですね、テコンドー着ですね、ヒロシなんか逆に柔道着のイメージの方が強いから、なんかよく忘れがちだけど、そうなんですよね。だからもう最近ヒロシさんに関してなんかもうなんかこの間とある選手に、なんかヒロシ選手は今何なのって、今はどこですかっていうことですね、はい、今この間柔道のこのヨガでなんかアメリカで今何キャラなの、あれ今それ全部なのよ、僕はもう分かんないですね、プロレスもあり柔道でもありヨガもあるで空手もちょっと入ってるもう分かんない、分かんない、なんなら相撲も最近なんかやってらしいんで、あじゃあこれなんかもし調子よければそれこそタッグタイトルとかも見えてくるんじゃないですかね、ね、厄介だぞこのタッグは、はい、第2裁判です、逆転プロ裁判、もうあの弁護士劉剛馬確保措置、検事バドナ戦が、被告人アントニオ本田となっております。はい、はい、もうこれは見てくれないとわからないので、もう見てください、はい、もう説明はできません、無理ですこれ本当見なきゃわかんない、はい、見なきゃわかんないですこれかしら、はい、笑いじんでください、はい第3試合です、もうちょっとハードル上がってました、いや大丈夫、絶対面白いから中島です、フーマクビートバーサス神野正人安倉のとなっております、
なんかこの2人が、ふまさん、久保さんってなんか久々な感じしますよね、この2人だけって、うん、なんかあれだよね、でも最近組んでなかったイメージ、先週も言ったけど、やっぱこれ、はい、一番なんだっけ、最古からあるバザーの中では、だって旗揚げ当初からずっと当初からずっと組み続けてるですよね、はい、あのアイアンプリストの頃から、まあだから名前はね、クビートに変わったけど、はい、やっぱアイアンプリストではあるからね、まあそうですよね、うん、タッグとしては強いですね、で、上松と安浦野と、まあ、名もなき、はい、これも厄介ですもんね、だって、はい、もう完全にパワー担当と頭脳担当がちゃんと綺麗に分かれてる、あ、そうだね、パワー担当、頭脳担当だね、これ厄介ですね、うん、また神野がな、もう厄介ぐらい強いから、うん、はあ、でかいしね、マジででかくなってないっつると思って、うん、はい、第4試合、塚本作品 VS 佐賀と、はい、これはもう佐賀さんに説明していただく、はい、これはもう3度目のシングル、もうちょっと2回ともシングル、その、まあ、大阪とかだったんですよ、うん、でだから東京でやるのも初めてし、なんか、うん、しなんかそのあんまり見たことない人もいるかもしれない、ね、そうっすね、うん、でしかもなんかこうなんか変な話で、なんかこうきっかけできる時になんか塚本さんと試合するとき、シングルするときはなんかあるんですよ、ね、きっかけって何、なんか例えばその前塚本さんと最初にシングルしたときは、うん、まあヒロさんからちょっと無本離れたときで、ね、独立したときだったし、2回目のときは高田家族と別れた時だったんで、あーなるほどね、だからまあ次はだからまあ何が起きるかね、まあ、じゃあこれによってスパーキーが解散、いやいやいや、そうなっちゃうから、スパーキー解散じゃなくてスパーキーは君が抜けるってことなの、可能、うーん、なことはないと思うんですけどなことはないですよ、ちょっと考えちゃってるじゃん、まあでもなんかそういう何かのきっかけに、ターニングポイントになるみたいな感じの、うん、で結構だからそので塚本さんっていうか、まあやっぱなんかこうやってて思ったのが最近気づいたんですけど、うん、僕多分うん、やっぱそのなんか心の中でやっぱそのなんかその大日本プロレスの人間に対してちょっとこうなんかこう心の中で多分なんかこう苦手意識なんかあるんじゃないかって気はなんかあるんです、なんか前回ね上谷選手とやった時もちょっと乾杯でしたもんね、あれはなんかやっぱなんかやっぱあの時の、いやそうね、俺ここまで出るかと思ったもんな、まあ、今上ちゃん乗ってるからってのもあるけど、もうバリバリチャンピオンとはいえ、うん、ちょっと僕もあるあとなんか僕らスタッフ用になんか渡された映像とかあったじゃないですか、うんうん、あれ見てやっぱまたへこみましたもん、まあな難しいよな、経験値がやっぱ、はい、同じ10年だけど、はい、やっぱ経験値が違ったもんな、であの時、聖馬さんが来てたじゃないですか、聖馬、うん、さんに、いや、やっぱり同じ体、自分と近い体重の人とやり合ってるかやり合ってないかの差が出たってなんかする、ああ、なるほどね、まあそうだなって、もう毎日ずっとだって、ヘビー級としか関本さんとか岡林さんみたいな、うん、でかいバケモンとやってた人と、たまにしかいないじゃん、うん、そっかそっかと思って、じゃあもうここで、はい、ちょっと、そうですね、この試合で開花しないと、はい、そうですね、またずっと何も苦手意識持ったままになっちゃうんで、うん、で、スパーキーを対談、対談スパーキーを対談するんでしょう、いや、しません、しませんよやめてください、なんかしませんよ本当ですか、演技でもないことやめてください、まあ、今言いながら、きっかけ、その演技でもないきっかけいたの俺なんだけど、そうなんですよターニングポイントに常に、はい、塚本選手がいると、はい、というわけで、坂ちゃんはスパーキーやめへんであんまプロスカでこれ言うのやめましょう、うん気持ちいいから、はい、はい、じゃあ次、はい、セミファイナル、張本中津亮太樋口和貞 VS、下村大輝阿部文則となっております、はい、これでも単純に俺は試合内容に期待しちゃうかなと、あーそうですね、あとその DeNA1 期生の中津樋口に3期生の下村が、ね、あのね俺の予想だけど、はい、あの樋口選手びっくりすると思うんだよね、今の下村みたいな、あーそっか、うん、今の状態の下村見てないですね、だからそうじゃん、はい、今の段階の大輝見てないから、はい、多分今の大輝と当たったらね結構そのそれこそ、はい、大輝とか俺とかはしょっちゅうヘビー級と当たってるから、はい、その大きい人相手でもそんなにこうビビったりない、ビビったりっていうかその苦手意識はないのよ、はいはい、でまあタッ
クの戦い方のイロハみたいなのもこう教えてきたし、はい、で、まあ、横に阿部でしょ、はい、で阿部と、ね、中津とかもやっぱホールのメインで爆発するぐらい面白かったんで、はい、そういうのも含めるとねやっぱこれはもう完全に試合内容に期待しますね。理想とわがまま言うならね、わがままというか希望を言うならばやっぱ同じ戦闘民族の大輝にはまあ一矢報いてほしいというところはありますかね。でなんか前ゲストの阿部が実は隠れ DNA ファンだったんですよ、ね、それこそ、うん、その DNA のあのなんかあのなんか甲子園のメインの中津対樋口の試合見て、うん、なんだこいつらみたいな、こんなすごい奴らがなんか同じでいいのかってなんかすごい嫉妬してたみたいなこと言ったんで、あの頃まだあの地下に潜ってた頃だったから阿部が、まあそうそう、まあ、ずっと、まあ、スポールとか、はい、潜ってた頃、はい、スポール、お前スポールとかって言うなよ。いやいやいや、スポールに行ってその後固有名詞出すなよ。スポール所属だった頃のって言うんで、悪い意味じゃないですよ。悪い意味じゃない、地下に潜ってた頃の、はい、潜ってた頃のまだね、まあ、セミになる前のセミになったらすぐ死んじゃうじゃないですか。セミになる前の阿部です。それだと阿部多分短命ですよ。いやいや、いやでもあいつまだ伸びるから大丈夫。はい、はい、すいません、メインイベントでございます。はい、はい、ユニオンマックス選手権試合、王者小高勇 VS 挑戦者中野貴人となっております。いやー、この間の、はい、その王子大会で、はい、中野とこう丸め込み得意、はい、なんだけどもうがっちり、あのなんか上からあのダブルに、はい、アタック、はい、ドロップだと俺のなっちゃうもんね、はい、ダブルにアタックで取られちゃったから、はい、おやおやってちょっと思ってね、やっぱ強くなったね。そうですね、やっぱ、うん、なんだろうね、その何が人を変えるのかわからないけれども、まあ中野の中でも何かあったのかなっていう気がするよね。その中あと神野も最近ほら他団体さんで結構頑張ってるじゃない。まあそうですね。でまあそういうのやっぱ感化されたりとかやっぱ絶対するだろうから、はい、うん、同じユニットとしてね、はい、で中野のなね、もう本当デビュー戦からもうずっとそのや俺とはやってて、そうですね、でもなんかあえて大輝は横で中野は体格人みたいな形でこの2人は育てていこうと思ったのよ。でまあその結果がねここまで如実に現れるっていうね、この間もなんか真下健吾といい試合したんでしょ、だから、ね、見てはいないんですけど、はいはい、いやー真下健吾にベルト取ってこいよって言われてたよ。はい、見てました、ついてました。なんかな、はい、どういうことや俺とやる前の若手真下健吾とは当たりがちって何なんだろうね。なんか逆に真下さんがリクエストしてるんですかね、なんかいやでも不思議なもんで、あおおあらららららら、足が当たった。まあまあ見えないんで、ね、はい、先生後で拾ってきますね、はい、じゃあ全然大丈夫です。多分スタッフさんがしれっと来てくれるんで大丈夫です、はい、もう、はい、と言ってはい、というわけで、はい、明日、予約チケットのご予約はチゲットの方でよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、以上全6試合となっております。はい、指定 A 指定 B チケットピアの下にチゲットっていうのがあるんです。これポチったらどうなのかな、ポチッとポチッと、はい、こんな感じで出てくるんでぜひ予約してください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけでまた、お便り行きましょうか。はい、お便りに行きますか。お疲れ様です。いきなりですが少女の折第13話急遽明日更新になりました。おお、あ、はい、よろしくお願いします。そろそろ単行本の表紙を考えないといけないのですが、勇さんは表紙でいいなと思って買った本はありますか。買った本、焼酎飲むなよお前。水ですって。水買った本か、買った本ってなんだろうな。
そうすんだろ。ホームか。俺そもそも、はい、あれだからな、あの小説とか読まないからな。あ、これはあれじゃないですか、漫画の表紙とかでも全然いいんじゃないですかね。あーで言うと、はい、それこそドラゴンボールのあのでかいやつ、全カラーになってる、赤い表紙のやつですか。あ、そう、赤い表紙のやつ、はい、あの藍染めのやつか、はいはいはい、あれの表紙は、はい、その昔のキャラたちを今の感じに描いてくれたから、はい、あれはなんか嬉しかったかな、はいはいはい、あれは確かにいいですね。カラーじゃなかったかな、フルカラーはまた違うんだよな、なんか完全版みたいなやつでかいんだよ、ね、そうですね、でかいやつ、あれはそうかな、はい、俺は。あ、そうで言うと、そうですね、ああいう系、そのいわゆる完全版とか愛蔵版って言ったけど、そうそう、あの絵のタッチが変わっていくからね、はい、それがあの今の、あの、はい、絵のタッチで描いてくれるっていうのはやっぱ嬉しい、ね、あれいいっすよね、うん、僕もそれ系で言ったらそのクローズ の, その完全版とかです。あって、なんかこう、あれもなんかいいなと思って、同じように同じような感じですね、なんかその今の絵柄の方でその昔のキャラクターを描くみたいな、そういうのはあるよね、はい、あともう今でこそ多分ほとんどなくなったんだろうけど、はい、その CD のジャケ買い、あでももう今ないでしょ、今もう大体もうあれ電子系で携帯だもんね、はい、ですもんね、うん、曲がいいか悪いかしか判断しないもん、はいはい、いやジャケ買いだったらもう結構もうそれこそハイスタの、はいはい、なんけメイク何ロードだっけ、おうっていうのがあるんですね。あ、メイキングザロードだ。あ、メイキングザロード。あー、はい、メイキングザロードは、はい、この CD どこのあの HMV とかあの行っても置いてあんなと思って気になって、はい、で買ってみてハイスタにハマってみたいな。ああ、なるほど。ハイスタね。だから多分ね、これハイスタ知らない人でも一回だけこのジャケット見たことあるんじゃないか。ジャケットっていけます？ああ、お願いします。そんな、え、結構有名だよこれ。僕なんてどんなんだろう、ハイスタのジャケット多分、うん、結構僕の CD ショップよく行ってたんで、確かに多分見てた、見てる、見てると思うよ、気がするんですけどね、うん、いやでも俺とお前で年齢10違うけどね、はい、まあ、結構僕はその10違ったところででも見てると思うけどな。そ、ね、そこで僕結構中古の CD ショップとかよく行ったんで、そこで、あーなるほどね、ユニオンとかあっち系とか、はいはいはい、ロックショップとかそっち系行ってたんで。ディスクユニオンまで行くともうあれレコードでしょまあレコード版の、うん、の方もありますけど、まあ、まあ、あった、当時レコード版もあったね、 CD の、はいはい、そうです、だから、ね、うん、今これ、あー、あの真ん中のやつ、これか、うん、はい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 、これめ、これめちゃくちゃ見て、これは俺曲知らなかったけどジャケ買いして、はい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 、で当時はもうステイゴールドばっかりずっと聴いてたけど、はいはいはい、それからハイスタの他のやつも聴くようになったね。そうですね、ハイスタか、うん、これは多分見たことある人って人多く、そうそう、これは多いですよね。あ、ないか、だってめちゃくちゃ若いんだもん、ね、まあそうですね、どう見ても僕よりもなんかさらに10歳ぐらい若そうな感じしますもんね。いや確か25だったんです。25か、あ、じゃあ7歳でけえな、なさいは。あ、でもハイスタか。あれ 25? え、俺16も違うんだ。まあ、ほぼ親子って言ってもおかしくないぐらいのさあですね。本当だ。あー、年の端かこれ。いろいろ、いろいろとあれがそれだな。そうですね、あれがそれって。沢さん、はい、放送禁止用語はダメですよ。え、何言った今。何言ったっけ、え、放送禁止用語え、なんか言ったっけ、なんか言いましたえ、ナチュラルになんか気づか、スッと流したよね、多分ね、うん、多分僕もともなんか、 あれだ、うんうんうん、キーマルだ、多分、あー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 、違うかな、それぐらいしかしれっと出てくる言葉ってないと思うんだ、あ、ネタだと思いますって、うん、あ、なるほどね、なるほど、なるほど、あ、よかったよかった、え、よかったよかった、本当になんか、あれかとナチュラルにそういうことやばいことを言うやんけと思って、よかったよかった、お疲れ様です、はい、クラッチのバースデーイベントツイートの新藤リンガナが着ている多分コスチュームは
どなたのものでしょうか、見覚えありますか。これね、ツイッターでクラッチのやつを出してもらえるとちょっとありがたいんですけど、プロレスバークラッチですね。で、はい、あれは、そうですね、あれはあの時のやつですよね、多分。そう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 、我々はツイート見てるから知ってるんだけど、はい、これ見る人は初めて見るかもしれないからね。確かに。はい、ちょっとお待ちください。じゃあそれで私は水を。なんか香類だろそれ。だ違いますって。麦？違います。あ、芋水だ。あ、その量の芋水やべえだ。死ぬぞこれ。これ飲んだら僕多分ラジオ終わった頃。その芋水すごいなお前。って、これ飲む気だったら僕もうベロンベロンですよ完全に。だんだん俺もウーロンハイ飲んでる気分になってきたわ。完全にアルチの現実の感じです。さあ、あそこにある右上です、はい、その隣です、それで す, あ, です、はい、あ、これですね、これ特攻服なんですけど、はい、私のじゃなくてあれです、あの新藤さんの自前のやつです、ね、はい、新藤、はい、何見に行くやつだっけ、ね、筋肉少女隊のライブ、あ、そう、筋肉少女隊のライブを見に行くときに着るやつです、はいはい、でこの時は確か僕の記憶が正しければ、あのフーマフェスっていう昔あのプロレスと音楽のコラボ工業みたいなやってた時に、ヘビーメタルね、元で、まあ、メタルなんですけど、うん、の時に来てたやつです、うん、まあ、そっちに寄せていこうっていうのでね、はい、で、まあ、ただ毎回これ思うんですけど、そのメタルのイベントなんですけど、その筋肉、まあまあ筋肉症状メタルだからあーと思って、この時は確か入江さんが出たんです確か、はい、それでこの格好してて、あー、はい、そうか、入場曲が、はい、筋肉少女隊、入江茂弘さんって選手が筋肉少女隊の塾で、だからあの時、今でも覚えてんですけど、うん、なんかあと入江さん入場だったんですよ、でそれで中に来て新野さんがなんか立ち向かうなんかなら入江茂弘って言って、あれ俺より気合い入れてコールしてこの人って、そうでもそうね、そうなるよ、だってもう興味がそっちに行っちゃってんだから、でもあれ良かったよね、フーマフェスも、はい、まあ大体ですけどね、やりたいですね、あれとかね、あれができるときはもう多分ふたげも復活してると思うんで、してほしいな、クラッチのスタッフ皆さんは特にイベントだとかなりお酒を飲んでいるイメージですが、はい、皆さんいつも無事に帰宅はされてできているのでしょうか。できてません僕は。あ、そう、僕はなんかまあ、元僕結構その終電が早い方の人間なんで、おーおーおー、なんで、まあ、僕は寝てます、大体店の中で。何駅だっけ、西武池袋線です。何駅だっけ、まあ、いいかも、いや、まあ、言ってたよ、この間。あ、言ってました、うん、入間市駅です。だから、その西武線の入間市駅っておかしいんだって。はい、だから おかしくないんですか、おかしいって。おかしくない。絶対おかしいよ。横浜市駅なんかないから。まあ、ないですけど。川崎市駅もないし。ないだろ、はい、なんなら大田区駅もないし、まあ、ないですけどほら川越市駅とかあった気する確か、川越市駅ってあるんだ、あれなんだかな、なんとか市駅ってなんでそこまで入れたんだろうっていう、まあ、確かに言われてみればそうなんですけど、それ確かに僕は本当にさ多分その時も話したと思うんですけど、新宿区駅、あ、ないな確かに、言いづれし、確かに入間市駅、入間市駅、もう入間市駅、入間駅でいいじゃないまあ確かにそう言われりゃそうなんですけど、なんかもうこっちはもう入間市駅でもう何十年も過ごしてるんで、え、じゃあ他がおかしいと思ってんの、はい、新宿駅の方が新宿区を入れる方だと思ってんの、まあほら、まあ、区はとか、なんか市があるところのほら横浜市駅とかやってもいいんじゃないかっていう、まあ100歩譲って似てるとするならば、はい、四谷三丁目だね、あまあ、うん、四谷三丁目は確かに俺も同じ匂いを感じたわ今、まあ、しゃべりながらまあ、うん、それに関しては多分もう結局その隣に四谷駅があるのに四谷三丁目駅、まあ、分かりやすいんだけど、はい、なんかもうちょっとネーミングがなかったのかなとは思う、まあそれ言ったら新宿三丁目駅もそうなんですけど、あ、新宿三丁目もそうだね、新宿三丁目もっとなんかそれ言われたら入間市駅はなんかそんな、そうでもない景色だ。それだったってその時新宿御苑前駅もって。新宿御苑前。前まで入ってるわけですからね。あ、そうだね。あ、本当だ。変なって言い方もおかしいけど、変わったネーミングの駅って結構あるんだな、そうやって考えると。で、どちらかと。あと確かになんとか区役所前とか。あ、板橋区役所前。ね、駅とか。はい、ありますね。
板橋区役所駅じゃないんだもんな。板橋区役所、自分も町が入ってます。あ、え、なんとか、何町ですか？なんとか町。おー。なんとか町駅。あの、なんとか、大井、あ、それかと大井町か。大井町は別に許してやれよ。あれ、大井町だ。大井町は許してやれよ、別に。大井町はダメですか？大井町は許してやれ、大丈夫だよ。あれ、あれ、大井町はよかったんだ。そっか、でも確かに。なんでしょう、なんかあとずーっと見てるのに、はい、絶対に書けない感じ、ナンバーワンわらびだよね。はい、あの無理です、あれは書け、あの読めるようになった、たった1時なのに読めないもんな。読めないし、だって本当に僕の前は川口さんと初めて引っ越した時に、なんかこう、まあ見るわけじゃないですか、その駅読みだって、うんうん、これなんて読むの、何、あ、そう、初めは読めないところ始め、うん、始まるよね。なんか、うわ、わら、あ、そうか、お前わらびなんだって。東北県民東北線そんな使わない方か。昔はとか使ってたんですか。そう、初めて引っ越した時に。県民東北線をずっと、ほら、俺もう 中学から県民東北線だから。あ、そっか。そうそうそう。はいはいはい、ずっとわらびっていうのは、あの、呼び出してたんだけど。あ、そっか。あの、反対、うち、森の反対側にあるよくわかんない名前の駅と、うん、完全に。あ、わらびね。あれ、埼玉スーパーアリーナあるのは埼玉副都心駅だっけ。埼玉新都心、新都心か、はい、それもなんかちょっとおかしい気がしてくるな。まあ、なんか確かになんか埼玉新都心、埼玉新都心、もうちょっとなんかあるよね。え、埼玉スーパーアリーナ前、いやいやいや、スーパーアリーナなくなったら名前変えなきゃいけない。まあそうですね。もうちょっとなんかさ、なんそのいやでもひねってほしいよね。でも別に埼玉スーパーアリーナ前にしても名前変わっても多分大丈夫気がする。いや、それバス停だもんだって。だって西武球場駅、だって西武球場駅ですけど、今は滅来。あ、西武球場駅ってそうか。はい。だってずっと駅名は西武球場前ですよ。もう西武球場じゃないの、名前が。ああ、そうか。ペルナドもそんな感じの名前なのに。だって今でそのくそ。あれ、あれも変だってね、あの、はい、豊島園ある、豊島園駅だっけ、はいはい、あれはでも豊島園か、はい、ただ何が問題かって、今その豊島園がもうないんですよ。え、でも それって豊島園に乗っかって豊島園駅になったのか、あそこの場所が豊島園なのかによってだいぶ変わってくるよ。多分なんですけど、乗っかった、その本当に豊島園の目の前にある駅なんで、うん、多分それに乗っかってできた駅なんじゃん。じゃあ豊島園はなんで豊島園って名前なの。豊島区のあれだ、なんかそういう遊園地一だから豊島園なんですかね、わかんないですけど。まあだってこれなんか本当に教えて偉い人だね。でも確かにこれで豊島園、次なんかほら豊島園がなかったら次なんかのハリーポッターランドができるらしいんですよ。え、マジ。はい、俺さ、はい、今ゲームずっとホグワーツやってる。はい、俺年あの、はい、年前じゃねえや、はい、ハリーポッター一回も見たことないのよ、はい、え、ないんですか。ないないのにホグワーツやってる。で見ててホグワーツがおすっげえ面白そうこれと思ってやり始めて、今実際面白いんだけど、はいはいはい、だから やっとワンピースから解放されたの俺は。あれ、あ、ワンピース無双ですか。ワンピース無双じゃない、ワンピース、あの、なんちゃっけ、そう、それ、はいはい、あの350時間ぐらいやったやつ、長えな、マジで魂吸われたからね。マジで長えな。まあ、あの、いや、ホグワーツは面白い、はい、あれ面白いしですね、なんか、うん、ホグワーツは面白いけど、はい、知らなかったんだよ、俺。ああ、あれがハリーポッターのもんだってこと、はいはい、ああ、まあ、まあ要はそのハリーポッターの世界観のゲームってことですもんね。だからホグワーツの生徒になる、はいはい、自分が自分でメイクして、自分で作った、はい、あの自分がその生徒になってこう、はいはい、いろんなクエストをこなしていくみたいな話。ハリーとかいるんですか。ハリーには会ってないですね。あれ、じゃあいないのかな。あとどの人物がいてどの人物がいないかなんて、はい、見たことない俺には分かるわけがない。メガネのお兄ちゃん。いや、それ知って、ハリーポッターぐらいは知ってるよ。それ以外の登場人物は知らないって言ってる。はいはい、まあ、でもあれは出てくるよ、あの杖みたいな。俺あれでこれでこうやってやってる時に、あ、ハリーポッターだって分かった。分かった。ゲームやってる途中で分かったの。ああ、なるほどね。買ってから気づいたわけじゃないですか。買ってから気づいた。なんでやねん。いや、すげえ面白そうなゲームあんなと思って買ったのよ。だから、で、あの、もうウェブ決済だから、ウェブで決済して買ってやってたら、あのやってたらこの杖を手に入れるミッションみたいなのがあって、はいはいはい、でこれなんか見たことあると思ってこうやってやってたの、こうやって
を使ってたのよ、はい、あ、ハリーポッターだって知ったんだよ。あのアームコーヘジアスなんかそもそもそのあこれ面白そうなって見た時点で普通気づくはずなんですよ、うん、ハリーポッターのゲームって。あのいやだから俺ハリーポッター一回も見たことがないから気づきようがないんだよそんな気づかないものなんですかね。気づかないよ。え、結局その後見たんですか。ホグワーツレガシーってやつ、はい、まだ俺クリアしてから見ようと思って。ああ、あとその第一部作がどれなのかもわからないし、そう、豊島園にじゃあもうハリーポッターホグワーツ駅に変わるんじゃない何だろう今、うわ、ありえそう。ありえるよな。うわ、やだ。ホグワーツ駅に変わりそうじゃない、豊島園駅。返してくれ。俺たちも豊島園返してくれ。いや、豊島園はもう帰ってこないよ。返してくれ。あのプールな、俺と広瀬さんと関東にいる人は1回は入ったことがある、はい、あのプール。あれ、伊佐美さんあるんですか、豊島園。あるよ。おお。なんなら豊島園でプロレスもしたしね。あー、あれ、あの時伊佐美さんいたんでしたっけ、うん、はいはい、あの時はね、あの里村芽衣子さんとバシバシに殴るやつやってましたね、うん、うわいいなって。すげえ地元の近くよく行ってた方の遊園地じゃんと思って。豊島園な、はい、みんなプール入ったことあるからな、はい、え、プールとウーバースーパー銭湯じゃん。あ、スーパー銭湯か。プールとスーパー銭湯、プールとスーパー銭湯残ってるんだ。あー、プールとスーパー銭湯残ってて遊園地の部分がどうか。あ、プール残ってるのか。遊園地の部分がハリーポッターの、はい、遊園地になるんですか、みたいな。なんかでホグワーツじゃん、なるんじゃない。ホグワーツですね。じゃあだからあのプールもハリーポッター風のプールになると。ならんだろ。なんか、ならんすか。そこはならんだろ。え、なるのかな。なったとしたらすごいな。なんかこうハリーポッター風のこうなんかウォータースライダーみたいになるんですかね。ホーキン乗って落ちるみたいな。うわ、怪我しそう、じゃあまたあのプロスライダーたちいるのかな。あの意外と垂直なやつも面白いよね。はい、あれ面白いですよ。怒ってくだけの。で、豊島園なんかその僕とヒロさん毎年行ったんですけど。あ、もう完全に豊島園の話で終わるわけ。あ、終わっちゃう。いや、なんか豊島園とハリーポッターで終わるわけ。なんかすごい行ったんですよ。プロスライダーって言ってなんか、うん、スライダーのプロみたいな集団がいいんですよ。なんか、うん、10人ぐらいのなんかあのこうやって速度出すの。はい、で、それだって、ああ、いいタイムいいタイムでいい感じって言ってから。やっぱそうだ。こうやって速度出すんだよね。はい、いるいる。なんだこいつらと思って。怖っとで。あと必ずあのマッチョのハゲたおじいさんがの、あ、そう、あ、そう、あのヒョウ柄のあのブーメンパンツで、うん、あの履いてるゴリゴリのあのもう肌焼いたマッチョのおじいさんがこう練り歩くんです、なんか必ず。それを毎年見たりとか。いや、それごとだからこれからハリーポッターのところで、そっ、ハリーポッターなんか格好していくん、やのかな、あの人たち。ゴブリン、ゴブリンかもしれない。でも俺はだから何度も言うけど、でもハリーポッターは一回も見たことがないからわからないの。あの見ましょうよ、もう。いや、いやダメだよ、クリアしてから見ないと。いやいやいや、ネタバレするかもしれないじゃん。いやいやいや、多分ですけどね、ネタバレしないと思うんですよ、その感じだと多分。そうね。いやでも、あ、この先生見たって俺逆にのパターンでいけるんだよね。ああ、映画見て、あ、いた、この先生ってなるんだよ。お、映画見てからクリア時間かかりそうだな、そのゲーム。いや、これね、確かにね、クリアまで時間かかりそう。長い。トロフィーコンプリートするのに、多分またこれもね、魂使われそう。まあ、だあんまり無理はしないようにしてるけどね。あ、これ。ああ。え、豊島園駅はリニューアルし、ホグズミート駅だ。ほら、お、モチーフに赤と赤を着ちゃってデザイン。ほら。え、まあ、完全に全のっかりだ。全のっかり。ああ、魂売りやがったぞ、こいつら。もう、豊島園、くそー。豊島園、あ、名前はそのまま、豊島園駅。よかったよかった。魂は売ってなかったね。売ってなかった、それ。よかったよかった。ホグズミート駅に寄せてったんだね、リニューアルしてね。だってそうなったったら、あの、豊島園の駅に。いつできんの、それ。なんか、来年の秋とかじゃんし、なんか結構先の方だった気しますけど。あ、そう。2024年の秋とかだったような。今年？今年の夏、あれ早かってる、早くクリアして早く見ない、映画見ないと。そう、映画見ないと。あのまた知識出していってしまうよ。でも分かんない。俺の方がでも、はい、お前らより多分校内のこと詳しいよ。多分そうですね。もう俺校内走り回ってるからね。お前は校内を走り回ったことはないだろ。校内走り回ってるし、さっきから何やかいって僕映画別に見てないですもん。あ、お前見たいの？そんな見たい。何をそれ偉そうに語ってんの？偉そうにして、あ、ちょ、あ、音くれた。急に
じゃあ誰も何も知らないもんと知らないもんで会話したの今、まあ、僕ワンワン見た人ワンワン見たぐらいだもん。あ、ワンワン見たの。ワンワン見た。でなんだよ嘘つくんだよそのちっちゃい嘘を。いや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 見てませんでしたみたいな。ワンだけでほぼ見てないもんじゃないですか。ああ、すげえ。ただね、ホグズワーク駅ってやつはね、はい、ゲーム出てこないんですよ。出てこないんです。いや、なんかこれはだから映画で見た人はおーってなるんだよね、きっと。ああ、おそらく。お前はなんないのか。全くないです。ワンを見た。お前はワンで多分出たんでしょうけど、もう多分、うん、多分見たけど覚えてないんですよ完全に。何年前よそれ。何年前だ。多分あれだ、金曜ロードショーとかでやってた時。いや、そんなに前じゃないじゃない。いや、結構前ですよ。でもあれ言うてワンとかって飲みながら見てたんでしょ多分。それそのなんだから水ですよこれは。お前それ鉱類だったらやばいよ。死にますよ。鉱類の水割りだったらマジやばいよ。鉱類水にもこの量飲んだら結構な。もういいよ、僕結構ベロンベロですよ。鉱類の水割り飲める人は俺すごいと思うもん。まあ好きなんだろうけど味が、あのそれ飲めるの関根さんだけなんですよ。あ、関根いけんの。関根さんは逆に飲んでいただいたの鉱類の水割りなんですよ。だからこの間あの王子の鉱類の水割りそうなんですよ。だから鉱類の水割りってすげえな。だからもう今日のパワーワードだもんそれ。鉱類の水割り。だからよく関根さんが金宮の水割り飲んでるよく見てますもん。マジ。はい、それこそ俺お酒飲まない人全く分かんないだろうな。あー、でも確かにあれ鉱類焼酎知らないですか。あ、ちょっとあのコウオツのコウなんに類種類の類って鉱類焼酎なんですけど、だからまあざっくり言うとまあだからビッグマンとかだよね。まあそうですね。なんで一番最初ビッグマンなんですか。せめて大五郎の方にしましょう。いやいや、あの納言のすきみゆきが好きだから。ああ、好きそう。あの、ね、底辺酒と言われてる。底辺酒。いやでもそうですね、鉱類だからよくだから、この間ほら関根さんたちと王子の会にその5人で飲んだの。関根さんたちと、ああ、その時もあって飲み放題に飲んだんですよ。あん時マジショックだったもん。ああ、うわーと思って、ええ、王子終わった後にみんなで、はい、で俺も当日に関根に、はい、勇さんもしお時間あったらこの後飲みませんかって言われたのよ、はい、車やね。ああタイミングが悪かった。前日に行ってくれよ。電車で来るって。そうなの。関根と飲めるんだったら電車で行くって。そんなとこまで嫌がらないから、じゃあ次の時は。そうそう、まあ、その時もだから無事に帰宅できるかどうかの話がまずだから。まあ王子だとちょっと、まあでも王子いやいや王子じゃなくてそのイベントの後。ああ、俺は何があっても帰る。ああ、まあそうですね。何があってもだってそうそう勇さん帰りますもんね。俺は帰る。もう、はい、あと朝まで飲むのはだんだんしんどくなってきた。はい、でもこの間あと1時間で始発を迎えるっていう時に、はい、小林酒場にいたのよ、はい、にあのが閉店しますって言われて、はい、はっつって、あと1時間で始発は出るのになんでこの店は閉まるんだっつってつっていやもうそういうルールだから閉めますっつって。ルールだから嘘だろと思って、しょうがないからそっからもタクシーで帰りましたよ。始発待ってたのに、まあ、確かにずっと あと1時間にいさせてくれよ、させてくれよと思ったよ。知らない中じゃないんだから。確かに。あ、で、俺はだから意地でも帰るね、その日のうちに。僕の場合多分もう電車乗って乗り過ごすってことを想定してすると無理だし、でタクシーで帰るとなると膨大な額になるから無理と思って、まあ、いや俺だって安くないよ、はい、いやでもまあそうなんですけど、結局あのなんか寝れるなと思っちゃって、寝て朝帰った方がなんかもうまだ楽かと思って、逆になんかよくイベント、でも俺はその方が辛いってことに気づいたのよ。あ、逆にですか、うん、だったらもうしんどいうちに酔っ払ってて、はい、そんなに覚えてないじゃん、はいはいはい、そのうちに帰ってしまった方が、あで寝てしまって朝家で辛いのはまあなんか許せるじゃん、はいはい、その朝起きて例えばそのクラッチ潰れてしまったとして、はい、で誰も俺を起こさずに、はい、まあ、ちょっとなんか毛布でもかけて帰ったとするじゃない、はい、仮にね、はい、あのその時に起きた時、はい、絶望的な気分になる。そんななりますよ。なるなるなる。真っ暗な店内に一人だけパーッと起きて、ああ潰れたんだ
で一人でお茶取りに行って何回かあるけど、はい、その水で潰れちゃったりとかでも、はいはいはい、そのためにもう起こしてぶち込んでくれって言ってるあのタクシーにあー投げ飛ばしてくれ。逆にそれタクシーのうんちゃん拒否するんちゃうんすかそういう時。いや入りあのタクシーはね、はい、なぜか大丈夫なのでもね、はい、なんかタクシーで帰ると俺、はい、なんか酔ってるとね霊感が発動するっぽくて。霊感が発動する、うん、あのタクシー乗って、はい、あのもうナビ入れてもらうのよ、はいはいはい、でそこでそこですっつってで出発するじゃん、はい、で高速使いますか使うわけだろうと思って、はい、でわーって走ってってでそこで寝てんだよもう俺、はい、完全にタクシーの中で。で受け札つきましたよっつってあれっつって、はい、他に2人いたはずだったのよ。え俺以外に。あ、乗りてことですか。いや、わかんないけど。え、あとの2人どこ行ったんですかっつって、はい、運転手が青っざめた顔してこっち見て、ね、あのそれシンプルに怖いやつじゃないですか。 あと2人いた2人はどこで降りたんですかって聞いて、はい、いや、お客様しか初めから乗っておりませんがって言われて、いや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 いじってるやん。いやいやいや、それシンプルに。いやでも本当にでも考えたら乗ってるわけないんだよ、はいはい、まあそうですよね、うん、乗ってるわけないじゃないですか。乗ってるわけないんだよ。おお、高校が同じなあのレスラーとかいないから。まあそうですよね、うん、怖っ。あれっつって、でそれ結構もう言わないようにしてるけど、はい、いっぱいあって。マジっすか、うん、タクシーで帰るたんびにあれさっきも一人もう一人いたよなと思いながら。怖っ。そんなタクシーです。なんで急にホラーの話になった。なんか酔っ払うとそうなんだよね。なんかあれなんですかね、なんかそういう引き寄せちゃうんですかね、なんかそういうのが。昔ね、あの、はい、バチクソ見えたの。あ、そうなんですか。うん、へえ。あの守護霊的なもん。ああ、なるほど。こっちにいる霊は、はい、そんなに。あのよくはあのいい例背後例で、はいはいはい、あのちゃんと守ってくる、はい、こっち側にいるとよくない。あ、そうなんですか、うん、俺が見た感じ。あ、やり方の方は嫌なイメージがあった。あ、なるほどなるほど。右肩だとなんかいいというか、まあ、守ってくれるとか。あ、そうなんですか。じいちゃんとか、はいはいはい、母ちゃんとか。おお、まあ、これなんかもう本当に番組の最後にそういうの言うのどうなのかと思うけど。まあでもなんかいやだ思うんだけど、はい、あのまあ、今はもう全く見えないんだね。あ、で多分それで酒飲むとまた発動してると思うんだけど、はい、あのなんかそのだから例えば最近だと朝起きると、あ、学校行かなきゃと思って慌てて起きるんだよ。子供になっちゃったもん。中学高校に行かなきゃって、はいはい、もうそれもわけわかんないんだけどね。あ、あとこれから言うことが本当にしょうもないことだから、はい、もうあのモニターを見ながら喋れないんだけど、はい、そ、例えば、まあ、じゃあ本当に背後霊っていうのが存在しましたと、はい、するじゃない、はい、だとすると俺の裸をずっと見てる。シャワー入るときも、はい、何するときも、はい、何するときも、はい、一人の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 ときも、もうその背後霊の先祖のじいちゃんとかばあちゃんがそれを見てるってことだよね。最後の最後にくだらねえ。いや俺あれの高校生の頃にペット飼っててさ、はい、それもまあまあちょっと辛かったんだよね。たまに目が合うんだよペットと。こっち見んじゃねえよと思って。ハンドレスリングの時に。はい、明日はバザールの新日本大会ですので。なんで最後の話で終わんねん。思いついちゃった時から思ってることを言いたくなっちゃったの。
全国ネットで本日のアーカイブは残りませんので、はい、まあ、残ると思いますけれども霊的な力で、霊的な力でこれだけデータ破損するかもしれないですから、はい、明日、はい、バサラ新競馬大会、19時スタート18時半に、開場となります。お待ちしております。本日もありがとうございました。ありがとうございました。最後にあれじゃなかった